はい、渡辺明です。今回スペシャリストセラフ使っていきたいと思います。ゲームモードはね、キルコンファーモードで、マップはペイロードになります。2人パーティーがね、2組いますね。2520と PS だったかな。敵にこれ4人パーティーになってるよ、これ。ああ、2520っていう2人パーティーと PS っていう2人パーティーなんで、4人パーティーになってる。向こう珍しいな。普通分かれるんだけどね。キルコンファーム。ああ、侵入後特定し破壊しろ。あ、ちゃうか。あ、うちらの PS っていうのは2人、両軍とも2人パーティー入ってる。はい、頑張るぞ。今回ね、スペシャリスト、まだ一度も使ってないセラフでやっていきたいと思います。これね、リスポンスするんですよ、ここで。これね、味方を。最近ね、今日やってるんだけど、スナイパーライフルがめっちゃいっぱいいるんですよ、これ。これリスポンスんだよ、これ。脅威を排除で、あとね、ガタ付けた。よしよし。ヘイジャックスを仕留めた。よしよし、キルペースいいね。リスポンスんだよ、これ。敵にタックデプロイビーコンを破壊された。ここでリスポンスするか。弾数めっちゃいっぱいあるから、これ。拡張マガジン2種類つけてるから100最大なってるんですよ、これ。拡張マガジンが。敵のか、これ。ここでリスポンスよ。よしよし。ダメか。5キル。あ、あとね、これね。まあいいわ。よし、決まった。左側がライフ150で、右側が武器の弾数ね。前回のベータ第1週ではなかったから、今回追加されてるんだよね、第2週で。ヘイジャックスを仕留めた。ここでリスポンスしようか、これ。ああー、落ちたね、これ。落ちるところなくせよ、こういうの。うぜって。片付けた。待てろ、これ。取っていいよ。9キル。アネレットもうちょい溜まるな、これ。このマップやっぱやりやすいな。まだいるわ、これ。アネエレットは使えたら最高なんだけど。ダメだ。10キル。キルペースいいっすよ、これ。なかなか30キルが生かしてえな、たまには。アネエレットは装備した。使える、使える。アネエレットオンライン。ザクム、UAV を飛ばしてくれ。アナエレット使えねえ、これだから。やっぱ人気ねえんだよ、これ。うん、アサルトパック。やっぱセラフ、やっぱ人気ないよ、やっぱり。うん、使
えねえもん。から来るわこれ。あ、違うな、こっからだなこれ。待ってよ、ここだな。タックデプロイビーコンを使用する。こっから来ますよ、これ。味方のタックデプロイビーコン。破壊した。13キル。勝ってまっけどね。ゴースト使ってるからね。片付けた。 UAV RCXD4 ライン。 UAV 出撃準備よし。いないか。総合しセンサーの目標を捉える。何やこれ。 UAV は UAV の 50% を使用した。 RCXD を破壊されたぞ。ケアパッケージを投入するならヘルストームを要請する。ケアパックちょっとやるか。ノーマド、キル。15キル。ここに、落ちて。来ないだろうな。あ、これか。ヘルストーム。ヘルストーム。タコム、徘徊型兵器の操作権限を移譲しろ。ダメだ。ヘルストーム、攻撃失敗。効かね、使えねえこれ。15キル。ダメだ。20キロぐらいいくんじゃないですかこれ。あのワイヤー結構強くなってるね、あのトルクの。こうだ。テレフォンと使えねえなこれ。めっちゃ使えねえよこいつ。ああ、ちょっと追加使わないわこいつ。あのやれたまた使えるぞこれ。あのやれたオンライン制裁を下そう。一発ぐ1キルぐらいちょっとさしてえなこれで。ダメだこれ使えない。うん、二度と使わないこの。このスペシャリスト使わない。次からダメだ。やっぱり使ってる人いないよやっぱり、うんうん、人気ないもんこれ。使えねえってこいつ。現在地にストライクチームを投入。少しだ。戦績を残せ。足跡が見えた今。
タルク、切る。時間がない、死力を尽くせ。ノーマッドを消した。もう一体いるだろう、これ。敵ヘルストーンを感知。当たりだ。使い慣れたらでも強いと思うんだけど、アサルトパックがあったらな。終わり終わり、19キロ、ダメだな。19キロね。はい、プレイ皆さんありがとうございました。これちょっと難しいな、セラフは。結構タイタン今使ってるんだけど、もう武器レベル9まで上がってるからね。あと AP 弾、アタッチメント AP 弾2とサイトのこのリコンフォースだけでね。でマックスになるとね、オペレーターモッド、サプレッサーバレルっていうのが解除されるんでね。これやっていくよ。はい、以上にしたいと思います。今回スペシャリストセラフ&ライトマシンガンのタイタンを使ってね、ペイロードのキルコンファームドをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。